はんぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲームやっていきたいと思うんですけれども、皆様ここのシーンがどこだかお分かりでしょうか。そうですね、第1章でございます。何がしたいかというとですね、セーブが1から100全部埋まっちゃって、また1からこう埋めていってるじゃないですか。なんでデータが消える前に投票するときにジョー君に入れてた時のセリフ差分だけは絶対見たいなと思って、ちょっとやろうかなと思います。本当はね、もうあのシーン二度と見たくないからやるの怖いんだけど、でもデータ消えちゃうくらいだったら絶対見ておいた方が後悔しないかなって、後から後悔しないかなと思うので、やっていこうと思います。ではそこのシーンまでカット。いやー苦しいよー。ジョー君と一緒に帰りたいです。はい、ジョー君に投票します。これはサラちゃんの意思表です。ジョー君はなって言ってくれる？もう絶対に結果は覆らないことは分かってるけどさ、サラちゃんの意思をジョー君はどう汲み取る？残念だったね。カイさんの負けだ。分かっていました。あなたに身代わりの可能性がある限り、選ぶのはリスキー。それだけじゃないさ。もし感情で僕を選んだら、それはもう自分の意志なんだ。でもみんなは理で選んだ。ひどいよね。この投票は自分の意志じゃない。そういう風にみんな自分をごまかしてるんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。さあ皆さん、楽しい答え合わせの時間ですよ。まず賢者、皆さん大正解、佐藤海さんでした。次にカニ番、二人の激闘は見応えありましたね。なんと指導員サラさんでした。もうやめて。そして身代わり、役目を全うできず死んでしまう方が、お願い、じゃーん、タズナジョー君でした。そのなんつうかな、みんなごめん、騙しちまって。バカ野郎、何がごめんぜよ。お前さんは俺たちのせいでこんな恨めしくねえのかよ。わかんねえ、わかんねえよ。だってみんな悪い奴には見えねえんだもん。ソウさんやアリスさんだってきっと本当はいい人だと思うんだ。二章前半やってからだとこの言葉しみるよ。サラ、嘘だ、こんなの。ごめん、お前まで騙してた。ちょ、やめてくれ、信じない、私は。サラだろ、俺に投票してくれたの。うん、私はお前と一緒に脱出できたらなって思ってさ、頑張ったんだけどな。そっか。最後にさ、
言いたいことがあるんだ。やっぱさ、男女だとこういうこと言いづらいしな。大好きだぜサラ、お前は俺の最高の親友だ。一緒に脱出したかったって言ってくれるんだ。はあ、これは見れてよかったですね。ありがとう、ジョー君。次に行きましょうか。マジでこいつ早く。うわあ！もう、もう、ダメだって。ダメだって、もうびっくりした。何回見ても心臓に悪い、もう。じゃあ、この交渉時間で刑事さんと交換してみましょうか。アイリスさんじゃなくて。嬉しいね。コーヒーでも入れようか。いえ、それより交換というのは。相変わらず釣れないね。言葉通り、実験的に20枚交換するだけさ。なんせ、敵さんはルールだけは割と守る方さ。ダミールールってのはあったけどね。メダルは集めた方がいい。これはおそらく正解だ。一定数メダルを得られないものはペナルティ。ありえない話じゃないでしょ。なぜ私を交換の相手に？断ったらどうしますか？ 20 枚じゃないとダメですか？なぜ私をって言ったらこれ、可愛いからねって言いそうじゃない？断ったらどうしますか？20枚じゃないとダメですか？で、20枚じゃないとダメですかって聞いてみるか。1枚や2枚じゃ、する意味がないかな。それに、敵さんは信頼売買ゲーム、と言ってたね。信頼するなら、おまわりさんはサラちゃんがいいかな。うわぁ。私は、刑事さんを信頼してます。隠し事を教えてくれたら信頼します。信頼してません。刑事さん、まあ、元警察官だったりとか、いろいろ隠し事はとっても多いけれども、私は信頼してるよ。ありがとう。最初はあんなに疑いの目だったのにね。すみません。へぇ、否定はしないんだ。ね。ま、最後はサラちゃんの意志に委ねるよ。おまわりさん、無理強いはしないから。ね。わあ、その横顔で笑ってくれるのちょっと新鮮な感じするな。どうしようか。20枚交換すれば、自分のメダルも20枚減るんだ。それでも、この取引を行うべきだろうか。いや、行いましょう。私は行うためにここに戻ってきてるからね。はい。交換しましょう、刑事さん。ありがとう、サラちゃん。刑事とマイメダルを20枚交換した。これで取引は終わりだな。ふと、私はあることを思い出した。あー、ここでナオさんがまだいるのかどうかが気になるシーンになるんだね。では次に飛びましょうか。これ私も同じ状況だったりにしたら絶対幻影濃度増えるだろうって言った記憶あるんだけど、これちょっとやってみていいですか？わあ、BGM 消えたわ、ほら。もし、あそこに映っていたのが、ジョーだったら、うわ！私も、釘付けになっていただろう。偽物でもいい。会って謝りたい。許してもらいたい。そんなことばかり思ってしまう。許すわけないだろ。落ち着け。そこには誰もいない。ただの幻影だ。まあそうだよね。ああ。なんだ今のは。これ幻影上がったら一定数上がったら見るって感じなのか。なるほどな。ナオさんも食いてるんだと。
三島先生を助けられたんじゃないかって。うん。あ。その通りです。本当のことを言われると照れてしまいますね。もっと言ってください。控えめな口調でおかわりですか。面白い子ですね、サラさん。ですが、こういったたわいのない会話で心に余裕が持てるなら、会話とは素晴らしいものですね。そうですね。あ、ここの会話ちょっと聞けてよかったな。どのゲームやってないんだろう。心霊シャッターゲームとかってやったっけ。青い人玉をゲットしていき、幽霊が出たらすかさずシャッターを押して撃退しよう。人玉を貯め切ればゲームクリア。やろうか、これ。お化けだって。ちょっと待てよ、サラ。勇気がちょっと。レコさんお化け苦手なんだ。かわいいな。さあ、どんなゲームだ。目の前にキャベツがあってもできるだろうか。心霊シャッターゲーム開幕。まずは私から。お化け相手でよく張り切れるよな。心霊シャッターゲーム、ルール説明。青い人玉をどんどんタッチして集めましょう。赤い人玉は触っちゃダメです。もし画面に心霊が現れた場合は、すぐに赤いシャッターボタンを押してお祓いしてください。なるほどね、オッケー。はい、味方のアイコンね、聞いてみようか。はい。待ってくれ、お化け苦手なんだ、マジで。クソ、来るなよ、お化け。早く戻りてよ。あとちょっとだ、早く早く。戦いに勝った。ああ、簡単だったね。よっしゃ。楽勝だったな、サラ。ほら、クリアチップだ。半分ずつな。オッケー。ありがとう。交渉時間のはずだな。どうなるかな？そうか、こうなるのか。ちょっとどっちも聞きたいね。前回はこれ、メダル30、あ、じゃあ20枚交換しないかにしたんだよね。で、あの、サラさん、交換とかじゃないんですけど、お話ししませんか？うん。これはじゃあ、話し合おうか。本当ですか？やった！私もカンナと話がしたかったんだ。サラさん、あの、お茶入れてきますね。こんなウキウキしたカンナは初めてだ。かわいいね。これまでずっと長い間、カンナはご迷惑をかけてきた気がします。カンナ、気にするな。後悔してるのか？反省するべきだ。気にするな。気にするな。カンナのこれまでを思うと、しょうがないことだ。でも、サラさんもナオさんも、みんな前に向かって歩いてます。カンナはダメな子です。一人じゃ歩くどころか立つことも。今は立って歩いている。それが全てじゃないか。サラさん。あの、サラさんって武士みたいですよね。うん、侍女だから。うん？侍というか、刀が似合いそうな。中学時代は剣道部だったな。かっこいいね。あ、やっぱり。カンナの学校にサラさんみたいな先輩がいたら憧れちゃいます。絶対にモテモテですよ。あ、後輩の女子にラブレターをもらったことはあったけど、やっぱあるんや。やっぱり。たわいのない雑談。ただ楽しいだけの中身のない会話。ずっと長い間忘れていた気がする。
平和なあの日常を。カンナ、サラさんの口調、かっこよくて好きです。ありがとう。本当は高校に入ってから、この口調を直そうとしてたんだけどな。え？そうなんですか？ちょっと恥ずかしかったからね。でも、あいつが。いや、なんでもない。サラさんは、お姉ちゃんに、そっくりです。え？強いところも、優しいところも。でも、お姉ちゃんは、出会った時から優しかったわけじゃないんです。出会った時から？血が繋がってないのか？私の勝ちだな。血が繋がってないのか？カンナ、もしかして姉と血が繋がっていないのか？はい。カンナは、養子なんです。衝撃の事実。小さな頃に、孤児院から今の家へ。両親も違うのか？お母さんもお父さんも、とても優しくて。カンナは、子供心に迷惑をかけちゃいけないって、いつもニコニコするように心がけていたんです。お姉ちゃんは、そんなカンナを好きではなかったみたいで。やめなさい、クニエ！どうしてそんなに意地悪ばかりするの？クニエ！クニエ？クニエって言うんだ。あれなんかクニエって聞いたことある気がするな。いいの。カンナ別に怒ってないよ。怒ってないから。ほら。なんでいつも笑ってんの？え？気持ち悪い。嫌い。やめないか！謝りなさい、クニエ！それでも、ずっとニコニコしていました。お姉ちゃんを悪者にしたくなかったんです。でも、どうしても耐えられなくなったある日に、家出をしました。ああ、バケツかぶってる。こんな一枚絵も見れんのかい。もう帰れない。帰りたくない。そう思って、公園でバケツをかぶって、ずっと泣いてました。あ、何してんだお前。何そのバケツ、面白い。あれ、泣いてんのか？よーし。なんか、この髪色と髪型でジョー君に見えてしまう。なんだい？もう、どうだ？なあ、見てみ？ほら、ほら、面白くね？何してんの？え？バケツなんて被せて、意地悪しないでよ！どっか行って！意地悪なんかしてねえよ！嘘つき！カンナが泣いてるじゃん！妹に、ひどいことしないでよ！そこで、初めて妹って言ってくれたんです。まだ泣いてんの？ごめんね、お姉ちゃん。カンナも泣くんだね。ごめんね、カンナ。お姉ちゃん。お母さんたち心配してるから、早く帰ろ。うん。それ以来、お姉ちゃんととても仲良くなったんです。そうなのか。血なんか繋がってなくても、カンナたちは本当にすっごく仲が良くて。カンナ。カンナは、
絶対に帰ります。お母さんとお父さんに伝えなきゃいけないから。決意。この年の子に背負わせるにはあまりに重い決意だ。そろそろ行きます。蒼さんが起きちゃうかもしれませんから。ありがとうございます、サラさん。これで話し合いは終わりだな。わあ、痛いにゃーい。こうなるのね。オッケーオッケー。では、このエピソードすごく見れてよかったな。ちゃんと戻ってきてよかったな。そっか、カンナちゃんは養子だったんだね。だし、思ってたよりお姉ちゃんは強い口調の子だったんだ。なるほどな。でも今回ちょっとメダル集めていこうとは思っているので、ここはちょっとセーブせずに、レコちゃんとナオちゃんと取引をするって感じにしようと思いますね。では、カット。ちょっと待って。めっちゃ油断してキャベツ食ってたわ、もう。これジョー君が胸ポケットに入れてた、サラちゃんがプレゼントしたワンちゃんや。これは、ジョー兄ちゃんが持ってたやつは、いつも胸ポケットにしまわせていた。犬のキーホルダーだ。私が、ジョーにあげたものだ。あの時に、拾ったわ。誘拐犯に取られるの、嫌だったにゃ。だから、ごめんわ。幻影が35個だった。いや、それでも嬉しいだろう。よくやった。もらってもいいかな。喜んでくれるにゃ。これは大事なものなんだ。ありがとう、銀。よかったにゃ。いひひ。仕方ないか。いやー、濃くなってきましたね。なんだ、急に。幻覚だ。気にしちゃいけない。さ、治療も済んだことだし、戻ろうか。はい。まあこれは、ちょっとずつ濃くなってきておりますが、100になったらどうなるんだろう。それとあと治療を受けまくったらどうなるんだろうっていうのがちょっと気になりますね。あ、ブブー。あー、どうしようね。前回はレコさんと話したんだったよね、多分。キュータロさんとは10枚交換してる。いや、銀くんかな。銀くんと一緒に遊ぼっか。わーん、遊ぼうにゃーい。遊ぶだけでいいのか。うん、メダル30枚でサラ姉ちゃんの時間を買おうにゃん。なら本気で遊んでやらないとな。鬼ごっこ、チャンバラ、座禅。何が好きだろうか。座禅か。いや、鬼ごっこかな？無難に。鬼ごっこで遊ぼう。やったー！鬼は僕がやるわ！覚悟しろにゃ！本気でかかってこい！銀！待って待って、サラ姉ちゃん！甘い！そっちは行き止まりにゃ！何？これは罠か！全力で逃げる、ほどほど逃げる。ほどほど逃げようか。
かわしてみせる。甘い、迷いが出たわ。にゃー、しまっ、捕まえたわ。やったーい、サラ姉ちゃんを捕まえたにゃん。やるじゃないか、銀。勝ったから、サラ姉ちゃんは今日から何でも言うこと聞くにゃん。そんな約束はしてないぞ。そういえばしてなかったにゃん。危ない危ない。私と銀は席に着いた。サラ姉ちゃん、疲れたにゃん。少しね。僕、サラ姉ちゃんと一緒にいると楽しいにゃん。ありがとう。だから、お礼に僕のメダル受け取ってほしいわ。メダル同士の交換は、しないんだな。うん。お願い、サラ姉ちゃん、受け取ってくれわ。断るメリットなんて、ないけど。いや、これはもらわないと、失礼だろ？これもらわなかったらどうなるんだ？逆に。もらうよ。銀からメダルを30枚もらった。わかった。私と遊ぶ時間を銀は買った。そういうことにしよう。うん。ただ初回のみだ。次回からは無料で遊んでやるぞ、銀。わかったわ。サラ姉ちゃんで遊ぶにゃー。サラ姉ちゃんでじゃないよ。サラ姉ちゃんとでしょ。ちょっと言い方がおかしいけど、いいか。これで取引は終わりだな。すっかり夜も更けたな。集中力もさすがに続かない。今日は寝るか。今回いっぱいメダル交換してるね。おやすみ。さて。ついにこの時が来てしまいましたな。ハンナキーさんに、めちゃくちゃ、心の救済をしてもらおうと思います。皆様の心と体のケアはお任せください。ということで、サラさん、あなたの心を侵食する原因、少しだけ忘れてみませんか？忘れる？はい、原因で精神を病んでしまっては大変です。取り返しのつく段階で、ぜひ。ジョー、忘れる？改めて聞かせていただきます。サラさん、装置を使って幻影を忘れてみますか？忘れてみましょうか。わかった。やってくれ。はい、大丈夫ですよ。とっても気持ちいい装置なので。んしょ、これを頭に取り付けて。ねえ、本当に平気なのか？こんなに体にごちゃごちゃつけて。大丈夫です。大半の装置はついでに肩こりを取る用のものですので。私肩こりないけど。いや、私につけてほしい。めっちゃ肩こりやべえんだよな。それでは行きまーす。でしたか？頭の中がすっきりしたんじゃありませんか？本当だ。なんだろう、辛かったことが嘘みたいだ。すごく頭がすっきりした。ゼロになったね。ジョーのことを少し忘れたと。二度使うと危険なので、これ以上はやめた方がいいです。ああ、わかった。ありがとう、ハンナキ。感知したわけではないんです。幻影を見ないように意識してくださいね。じゃあ、あの装置もう一回使わせてもらいましょうか、ハンダキーさん。ちょっと、気持ちよかったんで、もうちょっと気持ちいい思いしたいんですよね。あの装置使わせてくんね。二度目ですよ。これ以上は危険です。やめた方がいいです。ダメか。いやー、それでもよ。私ちょっと肩こりひどくて、あの一回だけじゃさ、ちょっと気持ちよかったんだけど、あれじゃちょっと取れなかったんよね。もう一回、お願い、ハンナキ、頼む。頼む、ハンナキ。
もう一度だけだ。サラさん、わかりました。あなたの精神力なら耐えられると信じましょう。それでは行きますね。幻影濃度がゼロになった。ジョーのことを少し忘れた。これっきりにしてくださいね。短期間に使用すると脳への負担が大きいんです。ありがとう、ハンナキ。そっか、脳への負担が大きいのか。でも私の頭ちょっと重たすぎてさ、ちょっと記憶入れるだけでもう肩が凝って凝って仕方ないんだよね。ちょっと記憶を忘れることでちょっと肩こりが良くなるんだったら、もう一回ぐらいお願いしたいな、ハンナキ。あの、サラさんはその、あまりここへ来ない方が。探索くらい好きにさせてほしいな。あの装置でお使いたいんだよ、ハンナキ。お願いだよ。ダメです。三度目は危険すぎます。これ以上は危険か。いや、でもやっぱり、私肩こりがひどいし、サラちゃんはジョー君のこと忘れたいし、一石二鳥なんだけどな。お願い、ハンナキ。お願いだ、ハンナキ。私ならあと一度くらい大丈夫なはずだ。いいえ、これ以上は一生のお願いだよ。やだやだ、装置使ってくれなきゃやだ。頼む、ハンナキ、一生のお願いだ。一生のお願いですか。サラさん、あなたはもうとっくに壊れていたのかもしれませんね。いいですよ。一生が台無しになってしまいますが、それがサラさんの救いならやりましょう。それでは行きますね。早く、早く、ハンナキ。ダメだよ、それだけはダメだって。本当のジョー君も忘れちゃうの？幸せそうな顔。ハンナキ、もう一回、もう一回。ダメですよ、サラさん。なんで、お願い。これからは、すべて私の言うことを聞いてください。この装置は、ご褒美です。いいですね。わかった。何でも言うことを聞くよ、ハンナキ。はい。一生私に捧げてくださいね。ちゃんと、あなたの脳を、ドロドロにしてあげますからね。ありがとう、ハンナキ。ありがとう。ゲームオーバー。そりゃそうよ。
あんな装置使って人の記憶っていうか脳みそいじっちゃったらさ、壊れちまうし、最終的には本当に大事なものが何かもわかんなくなっちまうんだ。ああ、ジョー君、私は覚えてるからね。